始まりました。毎日チャンネル企画、今日の担当は一柳です。今日はね、なんと餃子を作っていきたいと思います。それでは準備をしていきたいと思います。それじゃあ餃子作りスタート。量多いんで分けちゃいます。こんなもんかな。よし、次人参もやっていきたいと思います。で次にニラですね。はい、じゃあ野菜は切りました。でここの中に醤油を大さじ1、はい、料理酒小さじ1入れます。で塩コショウ少々、はい、ちょっと、ね、粘り気がね出るぐらいまでやっていきたいと思います。よし、こんなもんかな。で野菜を投入ですね、はい、でよく混ぜます。はい、じゃあ餃子を包んでいきたいと思います。まず、まあ、こんくらいかな、真ん中にのせて、ちょっと少ないか、こんくらいはね、のせます。で水を手につけて、この周りにの具がのってない部分、水をつけます。で、包んで半分に折ってあげて、ひだひだを作っていきます。1、2、3、4つぐらいかな、うん、こんな感じです。あと、こんな感じかな。
フライパンの底が見えなくなるぐらい水を切ります。はい、で蓋をします。で、少し蒸します。蓋を開けて、ごま油をかけます。ごま油を周りにちょっとかけて、もう少し焼きます。はい、で皮がパリッとしてきたら完成です。じゃあ餃子いただきます。うまい。今日は餃子を作ってみました。みんなも作ってみてね。さよなら。